では会場を後にして進んでいきます。イベントがあったの、まあそれを見て、京都府警の、交通課のおばあさんに協力してもらって一応撮影させていただきました。当然あの撮影するにあたってはそのおばあさんの許可を得てますんでね。ただね、言うてありました、悪用はしないでくださいねと。決して悪用、今はそういうのが流行ってるんでね、もう悪用だけはしないでください、言うてありましたね。まあ当然ですけどね、ほんまこの世の中、ね、何がいつどこでどう起こるかわからんしね、やっぱり特に天災ね、自然災害というのはね、やっぱり怖いですからね。ましてやなんか、台風1号が近づくつつあるとかいう話も聞くんでね、ではここをちょっとね、このまま信号変わりましたので左に曲がります。あらららららら、はい、めちゃくちゃ暑い天気、暑いです。天気が良すぎるとはこのことやな。これまだ5月の下旬、はいはい、はい、ここを右に、あ、上空ね、飛行機の音がします。ああ、飛行機見に来た。昨日、今日と痛みも多いやろな。ダイブしてる人も多いし、ね、ああもうね、こんだけ暑くなってきたらスマホで撮っとったら、この気温、暑さでね、スマホが熱暴走するんでね、人間も、まあ、ちょっと暴走気味になるんやけど、一応スマホにつける冷却ファン、それは一応持っとんやけどね、またそれがね、消費電力いうのかバッテリーを食うんですわ、ね、いかんですね、はいはい、ここはい、また電池ブロックガッガッガン、はい、カクンカクンとなりました。まっすぐ行けども行けども直線道路です。暑いね、しかしちょっとね、ちょっと足を伸ばして新名神高速道路のね、工事してるところのさ、どうと見に行こうかな、はい、ここちょっと横断歩道、はい、ここでちょっと車が途切れるのを待ちますね。たくさん車が来てます。止まってくれるかな、はいはい、ありがとうございます。いたいたいた、はい、またガタガタ揺れますよ、はい、ではこのまま進んでいきます。今日のね、このトモジーのチャリンコにね、なんかこうちょっとマスコット的なもの欲しいってつけちゃいました。金の豚です。急遽あったのでもう雑につけたんですけどね。あちゃあちゃあちゃ、豚さん大丈夫？金の豚、なんか金の豚とかいうなんかコマーシャルみたいなあったみたいな気がするけど、昨日はね、
岐阜県の養老町行って、まあ、お肉を買ってきたんですけどね、まあ、本当、飛騨牛をメインだったんですけどね、そこはね、豚肉、岐阜県産とか国内産の豚肉いろいろな売っていて、まあ、我が家も、まあ、信じられないと思いますけど、国産豚肉細切れかな、なんか 100g68円買いました。1キロ買うてもね680円。まあね、うち奥さん我が家ではそんな値段では間違うても売ってない。まあそれはね、みんなね、買いに行ってはった人みんなね口々にそういう風に言ってました。はい、ちょっと暑いのでね、ちょっと陰で止めます。信号待ちです。暑いですね。そうね、あとここから500メーターほど行ったらね、名神の新名神高速道路の工事してる風景が見えます。まあ、それまでこれスマホ持ってくれればいいんですけどね。はい、もうすぐ信号変わります。はい、4、お、カラスがカーカー言うてます。はい、では行きましょう。信号も変わったので、はい、あ、これスマホちょっとまっすぐ向いとらへんな。ちょっと南行っちゃうわ。右前方に、まあいいかな。もう固定したんでなかなか直しようがないかな。ガタガタ。はい。あ、信号変わっちゃいました。黄色に。このまま、まっすぐ直進していきます。けど。ここで止まるかな。横断歩道の手前で、はあ、走ったる。まあ私知り合いの人はね、伊丹から東大阪までチャリンコに乗ってと片道3時間かけて行ったそうです。あ、信号変わりましたね。はい、進んでいきます。はあ、まあ僕には無理やね。もうお尻が痛くなりつつあります。はい、できるだけマンホールの上は避けとこう。前方にちょっとこう橋みたいな高架が見えてきました。それがね、新名神高速道路中の工事現場です。進んでいきます。暑いね。日陰入ったら涼しいけどちょっと入ったろ。日陰です。出ました。暑いです。もう紫陽花咲いてる。日陰です。出ました。暑いです。今日はもう最後の日曜日か。はい、熱暴走大丈夫かな。冷却ファン持ってくればよかったかな。なんせ暑いね。小さな森が見えます。はい、小さな森のレストランはありません。はい、どうですか、見えてきましたかね。こっちを向いて、はい、今ね、これ前方信号機赤信号のところ上にかかっているのが名神高速の新名神高速道路の工事中の現場です。
左側に通行します。感じで、はい、ちょっと全体的なのが見えてまいりましたけど、どっか分かりやすいとこでしましょうか。ちょっと止めて、はい、ちょっとガクンガクンとなります。はい、はい、もう一回、はい、もうちょっと上り坂行きます。一気に影ないかな、影が欲しい、影をしたいって。あ、ここ影や。ちょっとここで止めます。ちょっとチャリンコのスマホホルダーからちょっと外しますね。どういう状態か一回見てみましょう。わあ、かなり熱くなってる。はい、ではこれね、まあ新名神高速道路の、ね、工事中のもう真下に来てます、はい、はい、こんな感じですね、はい、この方向に常陽ジャンクションというのがあります。そして、こちらの方面は、大阪方面です、はい、ちょっと移動しますね。はい、あ、今日はね、生駒山はちょっと霞んで見えませんね。はい、こんな感じで、レギュラー169円、何書いてあるけどちょっと見えない。で、会員価格は164円ですって。レギュラー高いね、ガソリンも。僕ら高校の時はね、65円ぐらいだったんですよ、リッター。もう半世紀以上前の話ですけど。これ、橋脚です。こんな感じです。では、もうこの辺でね、ちょっとだいぶスマホも熱くなってきたのでね、いつスマホさんがね、もう僕嫌だ言うかもしれませんので、友爺のチャリドラレコ動画、この辺で終了したいと思います。皆さんは長い間のご視聴ありがとうございました。ではまたの機会に、ご視聴お願いしますね。では See you again. Goodbye.